ようこそ。ここオーストリアは土曜日の午後、予選が始まろうとしています。どうぞくつろいで午後のセッションをお楽しみください。このコースは昔からトップスピード重視がタイムを出しやすいと言われています。できるだけダウンフォースを減らし、コーナーで我慢してストレートで勝負するということでしょうか。このサーキットで重要なのはトップスピードです。たとえ同じラップタイムで走れても、よりドラッグの少ない相手をオーバーテイクするのは困難です。明日行われる決勝のグリッドが決まりました。トップ3を確認しておきましょう。メルセデス、ハミルトン、ジェンソン・バトン。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。